爆発するというか、あの映像を見て、はいはい、えってびっくりしましたよね。えっていう、はいはいはい、で実際私の家族というか、うん、たちがですね、あの東京にいるもんですから、うん、あのやはりその5時間かけて自分の家まで帰ってきたと、うん、そういう話を聞いたりとか、うん、本当にですね、その時はそのまあもちろん被害に遭われた方、あの震災に遭われた方っていうこともそうですけれども、まず一番に思ったのは、こういった遠くの九州のですね、人間が何ができるだろうということ、まあ、現地に入ってボランティア活動というのもいろいろやり方はあると思いますけれども、そういったことが現実的になかなか難しい場合とか、またはその物資のですね、提供というか、そういったものもそのよくそれこそ阪神淡路の時の教訓という形で、いっぺんにタイムラグが発生してですね、もういらなくなったものがどんどん送られてきたりうんぬんっていうのもお聞きしてたので、どうなんだろうなっていろいろ考えた時に、やっぱりまあ、これはちょっと FP 目線ですけれども、九州の方からですね、やっぱり経済を底支えするというか、そうなんですね、そこは大事、そこ一番大事だと思いますね。もうそうしないと、それは今度その遠くの方々を応援するとか、それだけじゃなくて、私たちの日本人というかですね、そうね、日本の経済という意味でですね、やっぱりこっちで頑張っておくっていうのはすごく大切なんじゃないかっていうのはすごくもうすぐから思ってました。そうだよね、実際に寄付とかだけで賄えるはずないんですよね。だから経済的な自立がない限りどうしようもないの で、そこを支えていく、もしくはやっぱりそのどっかが悪い時はどっかが頑張るっていうね、まあ、それがもうね、協力じゃないかなと思うんですよね、はい、なるほど。まあね、今伺ったらすごいタイミングでそのね 3.11 を迎えたってね、はい、いうことを今伺って本当にびっくりしましたけども、まあ、ぜひみんなでね、はい、頑張っていきたいと思いますのでね、しんがきちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。またじゃあ引き続き、はい、ゆっくりされてみてください。また来ます。はい、よろしくお願いします。次に来る人はなんか食べ物を持ってきてください。あ、いいですね、いいですね。お疲れ様でした。そうそう、山根さん飲み物もなくなる。そうですね、はい、これを、紹介してくださいということで、はい、緊急募集切手便箋ご提供願い、11月11日金曜日着、延長しました。え、これ延長しましたって、これどういうことじゃ。あ、13日までこれ伸びたということで、何ですかこれは。お便りプロジェクトではふんばろうの避難所登録をされている方々に通信用の便箋はがきをお送りすることとなりましたと、うん、これは何じゃろほい。ちょっとこれちょっとじゃあ当人に説明していただきましょう。はい、ちょっとこれお願いします、はい、ね、魚住さん、こういう、はい、郵便局のね、はいはい、ちょっとこの趣旨内容を説明してください。大して、すみません、こんなんですけど、全然映らないけど。そうですね、カメラマンいませんから。カメラ。ネットの方でですね、探してもらえば多分あると思います。はい、結局被災者の皆さんですね、やっぱりその生活、とりあえず立て直すのが最優先でですね、もう年賀状とかするどころじゃないということで、郵便物をですね、出す余力もないという状態で、はいはい、まあ、そういう時に少しでもまあその郵便が出せるようにですね、皆さん切手とか、うん、使ってないハガキとかあればですね、はいはいはい、提供してほしいというプロジェクトが立ち上がっております。なるほど、なるほど。で、まあ、私が仕事が郵便屋のもんですから、はい、そういうのを見るとですね、知らん顔ができなくなってですね、で私も参加しようかと思っております、はい、まあ、ぜひ調べてですね、うん、東京都新宿区のですね、早稲田大学ですね、ふんばろう東日本プロジェクトの方にぜひ切手や便箋等ですね、はいはい、ありましたら送っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。これはだからあれですね、検索して出てくるんですか。これ検索、これ検索したらちゃんと出てくると思います。はい、ツイッターなんかで何度もですね、はいはい、流れてますので、はい、なるほど。なんで検索したらいいですか。そうですね、ふんばろう東日本プロジェクト、お便りプロジェクト、そのあたりの言葉で引けば多分。なるほど、ふんばろうですね、ひらがなでふんばろう、漢字で東日本、カタカナでプロジェクト、はい、ふんばろう東日本プロジェクト、ひらがなでお便り、お便り、カタカナでプロジェクトということで探していただければ。これあれですよね、未使用の切手便箋ということですよね。そうですね、まあ、はい、普通の、まあ、勝ち損じとかもですね、はい、プロジェクトの方で交換するってここ書いてますけど、あ、手間が大変ですから、ね、ですよね、はいはいはい、まあ、できれば未使用がいいと、ね、ですよね。募集するものとして切手80円か50円、
特に80円切手が不足していると。あ、うち結構ありますよ、うん、というのがね、あの年賀状いつも500枚ぐらい書くんですけど、はい、ちょっとね、去年いや今年ですね失敗してダブって買っちゃったんですよ。で結構何百枚単位で余ったんですが使えないんで、うんうんうん、80円切手に返してたんですよ。あ、でも、ね、あ、年賀状、年賀状はほらその年に出さないと使えないじゃないですか。まあ使えないことはないじゃん、まあ、使えないことないけど、まあ、1年ずれてるみたいなね感じになっちゃうと翌年出すとやっぱおかしいじゃないですか。だから結局あの80円切手に変えてたんですけど、別に80円切手ってあんまり結構使わなかったんですよ、はいはい、使う機会なかったんで、はいはいはい、まあ少しあるんでね、うん、ちょっと協力しようかなと思いますんで、はい、いいですね。こんなのですね、実はあの、私の仕事上もですね、実はあのぜひこういう形であの提供してほしいなというのがありましてですね、というのも、はい、まあ、被災者の皆さんというか、その遠くの皆さんというのは大変な人数がまあ新しく仮設住宅に移っているわけですよ ね、 そうですよね、はい、住所が変わっているわけですよ、ね、住所なんかどこも吹っ飛んじゃってるわけですよね。あれ、そうですよね。どうなんですか、あれ。だから東、その東北の皆さんのですね、はい、あどうもありがとう、ありがとうありがとう、イエイイエイイエイ、嬉しいな。いやいやいや、おかずが届きました、つまみが。素晴らしい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、きっと将来総理大臣ですよ。いいですね、素晴らしいですね。すいません、ちょっと話途中になりましたけど、はい、はい、あの結局そういうことですから、まあ、皆さん、うん、転居してるわけですよ、新しい、うん、現在 の、 あの、うん、仮設住宅に、うんうん、でそれをですね、うん、転居先の連絡というのを、うん、出していただけると。そうですよね、当然、うん、うちの東北のうち の、 そのうちの会社のですね同僚がそれだけ配達苦労しないわけですよ。はいはいはい、なるほどね。だって今相当苦労してるでしょ。すごいと思います。よく届けるなと思います、ね、よく届けてますよね、本当に。あれ聞くんですかね、誰々さんどこ行ったとか、うん、いや、まあ、ね、私らもそれ、ね、何ももらってないけど漏れ聞くところにあると思うと、うん、あの避難所なんかで一軒一軒ですね、もうずっとその回って声でかけてですね、はい、その確認してどこのブロックにいるか確認してそれで配ってるというから、すごい、いや自分がそれをさせられないかきっちりね。そうですよ、それすごいわ。だから転居届というのを、はいはい、まあ、郵便に出してもらうのはもちろん大切なんですけど、うん、それじゃなくて、うんうん、自分がどこに動いたよって郵便を被災者の皆さんが知り合いに出してもらえれば、うん、出せるようにね、うん、そうすれば当然その間違ったとこじゃなくて正確なとこに出せると。そうなんですよ、うん、正確な、最初からそこの住所で郵便が届けばうちの東北の人間、はい、苦労もしない、はい、あの同僚が苦労しないだろうと思って、そうですね、こういう話があればできるだけ皆さん参加してねって話を、はい、あのね、これで切手を届けて私はここにいますと、ですよね、しかもということですよ、ね、スピーディーね、はい、なんですよ、もうそれはその調べて転居届けて調べてとか、うん、から比べればはるかに、はるかにね、ですからね、うん、ですよね。いや、素晴らしいです。これはね、ぜひ皆さんご協力いただきたいなというふうに思います、はい、これ全然知りませんでした、こういうのをね、ね、うん、踏ん張ろう、貴重な情報で、そう、ね、東日本ということで、皆さんご協力をぜひよろしく、はい、お願いいたします。どうもありがとうございます。じゃあ、うん、引き続きどうぞ、はい、あの東北の、ね、日本酒がありますから、はい、あ、東北の日本酒もあるんですか。東北の日本酒、それからね、はい、東北の、少々お待ちくださいすぐ行きます。東北の、はい、あ、東北の日本酒、東北の日本酒、これ素晴らしいですね、これ。お、木本、これは福島県ですね。これ福島県ですよ、福島県、はい、これ福島県のお酒、はい、第七酒造、福島県二本松市武田 1-66、 素晴らしい。ホームページもありますね、第七.com、第七 .com、 第七 .com、皆さん第七 .com に今あの九州でテレポ出そうと思いますけど、九州でこのね福島のお酒を飲んで盛り上がってるということです、はい、イエーイ、どうぞ飲まれてください、はい、なんか山形の方のね、なんかワインも今日は、ね、はい、あ、そうみたいですね、お持ちいただいてるということでね、はい、あ、山形のワイン、はい、来ました、山形のワイン、はい、こちらは、はい、ね、これ山形ですね、山形ですね、はい、うん、あ、山形の山形高畑高畑、ね、高畑ですね、山形の赤ワイン、はい、できる限りね、そういう形で東北に関連するものでですね、はい、盛り上がろうということで、高畑ワインですね、素晴らしい、はあ、ね、皆さんのこの心遣い、特別こういうもので呼びかけてるわけじゃないのに、ね、各人がこういう、ね、こういうものをお持ちいただいてるという、ね、ちゃんと気遣っていただいて本当にありがたい限りでございます、はい、ね、よし、そしたらちょっとまたゲストの方で、はい、あ、これこれも
これすごいですよね。これなんていうんですか、本日限定切手付き、これなんですかこれ。これうちのね、はい、私の実家で売ってるんです。あ、それに、あ、魚住酒店って書いてますね。でそれに今日の、はい、なんすか文字工ってこう、切手と今日はゾロ目の日でしょ、11月、はい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 、はい、遊びでですね、はい、切手を貼って、なるほど、すごい、こんなことできるんですね。この切手がですね、はい、震災切手、震災切手、ね、ハートマークのね、いっぱい、これなんか、寄付かなんかついて、あ、プラス、はい、書いてますね、はい、はい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 、あ、100円なんだ、はい、なるほどなるほど、こんなになってますね、素晴らしいです。どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さん飲まれてください。はい、これ、ね、ちょうど向こうもね、そうですね、様子が見えて、うん、盛り上がってる様子がね、映っておりますけども、この辺に映ってます ね、映ってます、映ってます。なんか一人ね、あの事務作業してる一番前にこう事務作業してる人もカメラに映ってる感じですけども、私を早く出せと、はい、そう、なんかさっきサシズが来ました。はい、出たいぞユーストリーム、ダイレクションが来ましたけど、じゃあどうぞ。はい、はい、八木さんです。はい、先日の報告、あ、そうですよね、はい、はい、はい、あのね、グッド TV にもねご出演いただいた八木さんです、はい、すいません、いえいえいえ、お疲れ様でございます、はい、お疲れ様です。はい、はい、はい、なんですか今日は、はい、あの先日のですね、はい、はい、ちょっとこれ声入ってます、入ってない、おかしい、はは、近くでね、ああ入ってますね、はいはい、はい、東北福島県はですね、そうそうそう、いわき市の方に行ってまいりました。この前はい、現地視察に自費で ね、はい、そうですね、そうなんですよ、今日いらっしゃる、あ、今日お一人だけですね、この前3人でね、そうですね、はい、3人のお友達で、はい、月末でしたね、そうですね、先月末、はい、はい、福島県、福島県のですね、いわき市、わかりやすく言うと、いわゆる福島第一原発、第一原発、はい、はい、そこまで行ってまいりました。すごいですよね。そうなんです、だから防護服着て入ったって、そうですね、テレビで見てるような、はい、そのまま の服装なんですけど、すごいっすよね。あの下って鉛は着ないんですか。はい、普通のですね、はい、もう下着の上から着るんですけど、はいはい、特殊なですね、なんとか社というフランスのですね、はいはい、紙で全部できてるんですけど、ほうほう、はい、特殊なやつなんですけれども、まあ、それを着て、なんて言ったかな、要はあ、ちょっとごめんなさい、難しいこと言ってたんで忘れましたけど、はいはい、まあ、その紙でできてる服をバチッと着て、マスク、はい、靴下も全部紙なんですけどね。でそれを1回着てすぐにもう、はい、ほかすっていうかね、そうです、はい、もう一度、中を見ちゃうとその日で終わっちゃうというところ です、ね、着替えがたくさんありましてね、うん、いや、あのゴミもすごいらしいですよね。そうですよね、まあ、しょうがないですよね、これね、うん、でもその処理も大変ですよね。結局それもね、放射能がついてるんですね。だから捨てれなくてですね、はい、一つの場所にもう固めて、まだどこに持っていくかっていうのが決まってないままですね。うわ、すごいですね、すごい現状で、あの現状ですね。そうなんですね、はい、で実際今回3日でしたっけ、はい、2日、まあ、実際は2日間なんですけど、2日間ですね、はい、で どんな感じだったんですか、もう率直なこう感想というか感じたことは、ね、まずですね、福島県に入って、いわき市からですね、その原発に近いところに入っていくんですが、要は津波でも流されているところなんですが、やはりもう独特な匂いがあります、はいはいはい、どんな匂いなんですか。何系の匂いなんですか。何系、ですね、何系って言ったらいいのかな、こうね、多くの方は匂ったことがないと思うんですけど、うん、ですね、私もそうだったんですけど、なんかやっぱりこう気分があまりよろしくない匂いなんですよ。向かってこう気持ち上がってくるような感じ。そうだね、それがずっとおでの匂いとか。そうなんですか。そうなんですね、それがもうただ、まあ、ずっといるとそこの匂い今度慣れちゃうんですね。なるほどね、最初だけですね。そうですね、だから最初現地に車で入って、歩いていくときにはもうその匂いがかなりきつかったですね、それはもう1日ぐらい、半日ぐらいで慣れるんですか。まあそうですね、半日いれば慣れてきますけどもね。人間ってすごいですね。そうなんですよ。それと、やはりそうですね、今回その津波の現場と、あと原発でですね、いわゆる20キロ圏内ってありますけど、強制的にですね、避難をさせられている方なんですね、で実際にはその20キロ圏内の中にも5世帯の方はですね、まだ残って生活をされているというふうに言ってました。それは5世帯ですか。なんでですか。やっぱり自分の家から離れたくない、高齢者の方なんですけど、
強制的にもできないというところで、だから法律上難しいですね。そうなんですよ、はい、常に放射能を浴びながらですね、うん、わしゃ死んでもいいからという、本当そういう思いでそこにいるというか、5世帯というふうに言われてましたね。もう離れるぐらいだったら本当にもういいと。あ、そういうことなんです。そういう感じなんですね、はい、そうなんですね、まあ、確かに離れてしまったらいつ帰れるかわからない。そうなんです、うん、はい、ですよね。それであの私たちがですね、その避難をされてる、よくプレハブ小屋みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、そこに行ったんですね、で、あの歩いてると、まあ、そこに避難されてるおばあちゃんがお二人いまして、本当に現地の生の声を聞きに行ったんですよ、ね、そうするとですね、今原発で、要は避難をさせられてる方っていうのは、お一人当たりですね、15万円の、要はお金が補助が出てる。それは一時金ですか、月ですか。あの月ですね。あ、毎月15万、はい、15万なんです、はい、ただし1人につき15万なんです、はいはいはい、例えば4人家族だったら60万とかっていうんですか、はい、まあ、そういうことですね、はいはいはい、ただしその15万の中の5万円というのは仮払い金なんですね、はい、仮払い金。そうなんですよ。仮払い金ということは要するに月に10万しかないということ、要は1人ですね、はいはいはい、例えば家族がたくさんいればいいんですけど、おばあちゃん1人で10万で本当にどうなのっていうところなんですね。そうですよね。例えば4人5人たらまあ、多少なりとも、ね、回せるかなと思いますけど、はい、そうなんですよ、そういうのもですね、やはりひしひしと言ってまして、なんとか、まあ、その仮払い金も当然やめてほしいし、今一番困ってることは何ですかっていうと、何人かの方に聞きますと、皆さんやっぱりお金だというふうにですね、そりゃそうでしょうね、言われてましたね、やっぱりその例えば、はい、一番悲惨なのは、はい、住宅ローンを組んで、ね、家の引き渡しをする日に、うん、はい、被災したとかね、はい、っていう話もよく聞くじゃないですか。やっぱりあると思いますよ。ですよね、はい、だからその実際そのローンも払わなきゃいけないし、生活もしなきゃいけない、でも仕事がなくなってるっていう人も多いんでしょ。もうどうしようもできないですよね。そうですね、ですからまた私もですね、今回一回きりで終わらすのではなく、うん、また皆さんに声をかけながらですね、2回3回という感じでつなげていきたいなというふうに思ってます。そうですね、こういうのもね、もう何回も、はい、そうですね、はい、あるごとに、基本的にはね、はい、別にこれで何ができるかって別に大したことはできないかもしれないけど、うん、でもこうやって思い出したり、はい、どうしても九州にいると、うん、どうしても実感が湧かないですよね。そうなんですよ、だけどやっぱりこういうイベントを通じて、思い出すっていうか、そうそうそう、それが一番重要ですよね。そこは重要ですよね、はい、まあ、それによって例えば献血行くとか、はい、例えばちょっと寄付してみるとかね、はい、まあ、実際他の場所は寄付金、募金なんかもしてるみたいですけど、ここはあえてね、募金はちょっと今日は控えとこうと思うんです、なるほどですね、というのが皆さん素晴らしい方でも、普段募金されてる方ばっかりなんですよ、はい、なので、ぜひ募金はまた各人でやってもらおうかなっていう、はい、いいと思いますよ、はい、だからもう今日はもうこうやってね、交流していければいいのかなと、うんね、あとね、募金とね、はい、もう一つ重要なのが、はい、献血ですよ。そうそう、献血ね、はい、献血もね、そうそう、はい、献血は生なんで、そうですよね、ね、2週間とかね、2週間そんぐらいですよね、そんなもん、ね、持たないんで、そうですね、ちょうどね、私も震災直後に、はい、献血行った時は ね、ね、2時間待っちゃったんですよ。そうそうそう、そう、今行くと割と今なんかね、全然人いないんですよ、はい、もうすぐスルーですよ。うん、だからもう今は本当にこう前に立ってね、献血の人いませんかってこう、うん、あれ まだその何型が足りないとかそういうのって ですね、はい、津田さんあれですよね、赤十字のホームページに行けばですね、はい、福岡県は何が足りないとか、はい、そういうのが全部出てますので、ね、はい、福岡県自体ね、実は、うん、福岡が他の県から血をもらってるんですよ、うん、実は自分たちで賄えない、うん、賄えないなんですよという地区なんです、うん、あ、そうなんですか、なので、福岡の人たちはもうどんどん献血に行ってもらわないと迷惑かけてる土地なんですよ、はい、実は、はい、実はだからそういうのもね、もっともっと啓発していって、そうそうそう、みんなでこう献血協力し合うっていう ね、 ね、うん、お金だけじゃなくてね、そう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 、こっちって買えないですから ね、 ね、うん、ですね、それ大事だと思いますよ、いいんですよ、献血行くとね、お菓子とかジュースとか飲み放題ですからあ、そうなんですね、うん、それで行く人、ぜひ行ってください、はい、じゃあ皆さん献血にぜひまた行きましょう、はい、でもね、結構東京とか行くとね、はい、なんだ、はい、ミスタードーナツのドーナツとか結構置いてるんですよ、はいはいはい、献血をする、献血場で、うん、ああ、そうなんです、だから結構お昼ご飯になるんですよ、ああ、だから結構いいと思いますね、こっちのはね、そこまではないけど、結構ジュースとかいろいろありますからね、あ、そうなんですね、はい、ぜひ多くの方に行っていただければなと、はい、思います、はい、
すみません、なんか変な報告になりましたけど、いやいやいや、でも素晴らしいです、ね、まあ、あの本当に、ね、はい、全額自費でね、あの現地視察に行かれてるっていうのは、はい、なかなかそんなね、あの特別な任務で行ってるわけじゃないので、うん、素晴らしいなと思いますから、はい、しかも我々 の、はい、あの、そうそうそう、募金したものを全部持っていただいて、あのここにいらっしゃる方がかなり募金しましたが、募金してね、まあ、本当にね、はい、5、6万円という金額ではあるけれども、はい、でもそれを、ね、お届けいただいたということ、ね、はいはい、本当に嬉しく思います。届けてまいりましたので、はい、あのまた最終的にはあの赤十字社の方にですね、はい、あのお金の方が届いて被災された方に確実にですね、お役に立てるかと思いますので、ご安心いただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。八木さんでした、はい、どうもお疲れ様でした。いやでもこう改めてね、こうやって聞いてみると、今日ね、何気にこう集まったメンバーでも、はいはい、いろんな人がいますよね。そうですね、いろんな人がいます。 なんかこう押されてきてる人が一人いますけどね、なんかね、こういろんな人の中には今日誕生日の方もいらっしゃいますね。あ、そう今日誕生日、どうぞ、はい、いいねの日に誕生日、いいね、はい、いいね、マイク持ってくださいよ、はい、でなんで空のコップ持ってくるんですか。2つ飲み比べてですね。あ、そうなんですか。空じゃないですかそれ。どうぞ、今日お誕生日ということで、はい、はい、増永啓太さんです。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ。四十四です。四十四、44ですか、はい、もうだいぶ白髪も増えてきてですね、はい、いろいろ苦労させられてですね、あんた苦労させられて特にこの1週間気苦労の絶えない日々ですね、はい、急になんか白髪3本増えた。なんか3ばっかりやってますね。3本ね。で、うん、ちょうど 3.11 みたいなね、3.11 でね、はい、やっぱ3つながりでね、3ね、3.11 なんですけど、持ってますねすごい持ってますね。お疲れ様でございます。あのちなみにあの、まあ、お誕生日っていう話は、まあね、あのおめでたい話からちょっとずれるかもしれないんですけど、東北の 3.11 の時、何かこう 思い出と言ったらおかしいですけど、強烈 なんか記憶みたいなのってあります。何かあの時ちょうどですね、打ち合わせをしてたんですよ。打ち合わせ、はい、ね、どうぞ、もうちょっとこう、あ、ちょっとだけ挟ましてください、はいはい、お誕生日おめでとうございますと、はい、タイムラインから来てます。あ、タイムライン来てますよ。ビクトリア慶吾さんからですか。ありがとうございます。素晴らしいです。慶吾さん、ありがとうございます。はい、すいません、はいはい、あ、打ち合わせ中だった。朝ました。赤もく食べましたので、はい、赤もくいただきました。美味しかったです。最高でした、ね、すごいね。あれ、岡部さん、安倍さんからいただきました、ね、安倍さん、ありがとうございます。昨日のグッド TV でね、うん、話題になった赤もく、そうそうそう、今日早速いただきました。本当に美味しいございましたね、はい、最高でした、はい、赤もくちょうだい。 ありがとうございます髪の毛がいい伸びる、伸びますか、よかった素晴らしい。説得力ないな説得力ないすいませんそう、ね、やっぱり予防ですからね、予防、はい、まあ、うちはネタでごめんなさいすいませんね、このうちはネタが今世界に配信されてるというね、はい、すいません。で、話戻しますけど、あの打ち合わせ中だった。仕事の打ち合わせ中で、うん、はいはい、まあ、2人で喋ってて、まあ、別れましてですね、はいはい、その彼からまたすぐ電話があったんです、で、まあ、今その彼がクライアントさんに電話してアポイント取ったところですね、あの今世の中大変なことになってるよと。ああ、そのアポイントどころじゃないだろうと、はい、何やっとんだお前ら、はい、で、松永さん知ってますというから、はいはい、ということで、まあ、あの携帯でですね、はい、うんうん、ワンセグで見て、うん、俺は大変なことになったなということですね。あの映像を見たら驚きますよね、うん、どう見ても映画にしか見えなかったって感じですよね、はいはい、本当に、ちょっとすごかったですね。ですよね。でもそんないろんなね、いろんなこう皆さんの日常の生活の中でやっぱりその 3.11 迎えていろんなことをやっぱ感じてるわけですよ ね本当素晴らしい。まあ、日本も今から復興していくからですね、はい、そうですよ、はい、そう、そこ頑張らないと。そうですね、はい、まあ、あの慶太さんの、はい、ね、経済の活力というかね、日々のこの営業力で北九州をぐっと盛り上げて、はい、そしてそれを、ね、経済をぜひ東北まで届けていただければなと。北九州 の夜の経済をですね、そうそう、夜の経済を盛り上げるために日々頑張っておりますね、はい、でもかなり夜体を鞭打ってですね、はい、ね、自発的に回したりとか、はい、ね、回るための夜のこのね、ネオンを
ね、営業したりとかいろいろされてますよね、はい、でも大事ですよね、はい、とにかく経済が回らないと日本は沈没しますからね。ケイタさんのこれね、はい、そうそう、お誕生日話題とかなりずれましたけども、ね、今ギリシャに続いてイタリアまでおかしくなってますからね。もうギリシャやイタリアにならないようにね、ケイタさんの力で、ね、はい、総理大臣の力で頑張りましょう。だんだんでか、市長からもうね総理大臣までなっちゃいましたね。どんどん出世されておりますが、まあ、でも本当お誕生日おめでとうございます。はい、引き続きじゃゆっくりと飲まれてください。ありがとうございます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 。ああどうもお疲れ様でした。じゃあ今ね、無理やり連れてきた竹内さんにどうぞ。はい、竹内ちゃん。竹内さん、はいはい、どうぞどうぞ。はいはいはい、もたえてください。弟、あ、兄ちゃん、お兄ちゃん。なんすか、なんか撮ってますよね。撮られちゃいましたね。もう一回、あの放送中ですけど。放送事故。放送中です。はい、どっか行ってました、ね、竹内さんです、ね、はい、盛り上がってますか。盛り上がってます ね、はい、まあ、竹内さんはね、まあ、職業は言っていいのかな、言っちゃダメなのかな。ダメですね。ダメですか。ダメ。坊さんとは絶対言わないでください。坊さんとは言いません。あら、言っちゃいましたけど。いやいやいや、あの、何しようかも言わないでください。はい、わかりました。あの、お仕事柄やっぱりこの、はい、今回のね、ちゃんとマイクをこう、はいはいはい、お願いします。まあ、そのなんて言うんだろう、こうほら仕事柄、ね、はい、やっぱ生とか死とかっていうのって絡んでるじゃないですか。でそういう、まあ、観点というか、はいはい、まあ、お仕事の観点から見たときに、はい、お疲れ様。お疲れ様。お疲れさん。さん。またさん出ましたね。ユーストリーム見てる人は分からないですよ。全然分からないですよね。はい、いや、それよりも、はい、あの、生と死というよりも、うん、どういうふうに見たのかな。東北でですね、はいはい、Facebook で知り合った方が、うん、その東北で保育園の運営を困ってる、まあ、保育園の運営を困ってる、はいはい、で困ってるっていうことで相談もらって、うんうんうん、まあ、たまたまですね、うん、全国の会の知り合いのご縁があった方で、うん、はいはい、方で、うんうん、で、もう直接その方から電話があって、そのフェイスブックで知り合った方を介さずに、その方からダイレクトにね、はいはい、ダイレクトに、はいはい、もしかして一緒じゃないかなと思ってシチュエーションが似てたんで、まあ、こういう人がこういう連絡がありましたって言ったら、相談っていうよりもボランティアに来た方にそういう話をした経緯はありますと、うんうんうん、繋がってしまって、おうおうおう、すごいですね。で、まあ、大変です。さっきの話で、はいはい、住宅ローン組んで引き渡し前に流れちゃったっていうんですけど、実は保育園の国の予算を使って、はいはい、莫大な予算を使って建てた保育園が、うん、開園前に流されてる、4月開園予定の保育園が流されてすごい復興もできない、はい、しかも社会福祉法人という法人は、はい、二度と補助をもらえない仕組みになってる、はいはい、二度ともらえないってどういうことですか。結局復興できないような仕組みになってる、流されて開園できなかった園は、閉園してしまったら二度と復興園としては立ち上げることができない、はいはいはい、だからどんな理由であれ理由の遺憾を問わず流れてしまってなくなってしまったら、なったらもう、うん、その法人はダメよと消えてしまうんです。もう二度とダメよと、それもなんかおかしい。まあね、でその雇われた人たちはみんな、うんうんうん、解雇です。で解雇された人たちが、はいはいはい、給料もまだもらってない人たちが、はいはい、ボランティアで働いてる園なんです。それもなんか別の園で流されて、そこも施設がなくなってるから廃園です。で、うん、退職金と、うん、雇用保険で食いつきながら、はい、マンションの一室を借りて、はいはいはい、困ってる子供たちを見てるんだ。それすごいよね。何それ。そんなんですよ。でもそういう、それ僕の、そうそれ僕の、はい、来るとき持ってきてよ。あのこのさ2時間しかないのにたったさ、そうそうそう、この3センチしかないドリンクがもうなくなったじゃないの。もうしょうがない、すいません、誰かコーラ誰かコーラ、山根さんに誰かコーラ山根さんコーラお願いします。コーラつぐ気なしみたいな。もうずっと飲んでるし食ってるし、そう、どうも、どうも、食べ物持ってきていただいたのはいいんですけど、なんか食うチャンスがないですよね。いただきます。なんか、ね、いいなみたいな。ね、
そうですね、あの待てみたいなね、待てみたいな。でも本当にそういう話って、うん、相当あるんじゃないですか。あると思います、たくさん、ね、あの僕らもそのソウル仲間が、はいはい、東京からかなり支援で、うん、そのね、うん、やっぱりお経だけあげてほしいと、はいはい、それはね、結構言ってるケースがあります、うんうんうん、やっぱ大変ですよね、やっぱね。そうですよね、うん、だってまあ変な話、本当に一時同時にね、たくさんの方がお亡くなりになられてるわけじゃないですか、うん、やっぱりその中には身元もわからないとかね、やっぱりその中で本当にね、せめてお坊さんにねお経をあげてほしいっていうのはもうね当然ですよね。はい、あらららら、食べやすいのが来た、ありがとう、イエーイ、イエーイ、食べやすいのが来た。はい、ずっといていいよ、後ろにいていいよ。テレビに映る、テレビじゃないけど、おいで、おいちゃんたちの、おいちゃんたちの、おいちゃんじゃないよ、おいちゃんはね、二人しかいないんだけど、お兄ちゃんの声で、お兄ちゃんの声で、なんでやねん。はい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 。あのね、あのグループ入りたかったらおいちゃん電話してね。出た。あの見てる人全くわからないと思いますよ、こういうねローカルネタ。いやいやね、いや、まあでもね、あのローカル TV ですから、これは、うん、あの地元が盛り上がるっていうのが半分の目的なんですよ。そうそうそう、で半分が東北のことに思いを馳せるっていうね、うん、ことなんですけど、うん、でも絶対そういうのって、いやでもね、ま、私もですね、うん、あのやっぱその僧侶って仕事してて、はいはいはい、葬儀に行くんですけど、うん、私悲しいからお兄ちゃん知ってると思うんですけど、はいはい、ごくごく近い身内を失ってないんですよ。そうだね、で葬儀に行った時のその苦しみ悲しみって伝えることができない、感じることができないですね。だからやっぱ共感っていうのは大事なんだけど、でもその立場になれるのかどうかって考えた時にやっぱり、それはまあね、全くは無理だよね。近いものとかね、あの同じような体験をした人って、でも今回のような体験した人いないですから。いや、うん、でも確かにね、その彼らも被害者であって、うん、あのある意味その あの被災地にいる方々はやっぱりあの僕らみたいな幸せな生活をしている人間を見ると、うん、なんかやっぱり思いがあるらしいんですね。それは当然そうでしょ、うん、絶対そうだと思いますよ。なんで私たちだけみたいな、はい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 、思いが強いっていう話はよく聞きますね。いや、これはね、本当これ難しいと思う。究極なんだ、そこは、うん、そう、これも難しいと思うね、ね、実際ナーバスな話だしね、うんうん、だってね、私たちもその遠く離れたら、やっぱ遠く、なんであなただけ女にモテるのって話と一緒ですよ。全然例えがおかしいじゃない、それ。どういう例えなのそれ。難しい、いや難しいっていうか、ちょっと変わった例えですね。分かんないから例えることができませんでした、うん、そうでしたね、はい、はい、まあ、でも本当にさっきの悲惨な話って多分たくさんあると思うんで、例えばフェイスブックとかね活用して、やっぱそういうのをシェアしながら、まあできることをやっていく、うん、そうですね、僕らができることをまあコツコツやるしかないですね。昨日もほら福島の子供たちを避難させようっていうあの署名活動、はい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 、ね、フェイスブックでかなりシェアしていただいてね、かなりの方があの署名が集まったっていうね、うん、ああいうのいいですよね。そうですね、うん、あれは本当に気持ちがあればすぐできることです、うん、ですからね、うん、ね、なんか来ましたよ。あのすいません、ケイちゃん、ケイちゃん、バンケットからなんか問題があるみたいですよ。何か怒ってますって電話しておいてください。なんか電話かかってきましたね、スカイプ、バンケット、あのスカイプかかってますけど今放送中ですみたいな。放送中にスカイプがかかってきたですね。まあ素晴らしいね。おお、また来た。いや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 、なんか拒否拒否しちゃいましたね。ケイタさん、さん、あ、なんかすごい静かになって、な、一瞬こう静かになりましたね。静かになりましたね。静かになりましたね。まあでもね、本当にさっきの話ね、できる限りみんなでシェアしながらね、うん、協力できることをね、うん、ぜひやっていきましょう。でもね、すごい話があってですね、はいはい、お、何でしょう、その保育園で、うん、まあ流された園は別なんですけども、はいはい、流された園もあるのにもかかわらず、うん、東北3県で保育所としては、うん、子どもの被害はゼロなんです。え、と、保育所ゼロ？ゼロなんです、子どもの被害はゼロなんです。すごくないですか。なんか島で、あ、島は別ですね、はい、島で流されたのありましたよね、はいはい、ありました、ありました、うん、それをのけたら、ないっていうことですね。それってそれ、ね、民間保育園だけ、はいはいはい、それは結局、普段からの保育士さんたちが
おぶったり背負ったりして、うんうん、とりあえず走れ走れと逃げてる、うんうん、であの津波到達まで20分前後ぐらいの時間があって、その間に走ってとにかく高いとこ高いとこ逃げて、うんうん、やってそのおかげで子供の被害はゼロなんです。それでもすごくない？ね、それすごいですよね。あのね、多分東北やったからそれができたんですね。というとだって訓練もしてるしみんな知ってるからできたんでしょ。僕らも多分ここで起きたんでできないでしょ。毎月僕らも、ね、あの避難訓練はやってるんですけど、うんうん、でももう本当にもう決まった定番のやつしかやってないんですよ。そうですよね。でこの間も私その研修で、はい、今回の大震災を例に、はい、ちょっと勉強をしてくださいというふうな勉強会があって、うん、その研修会では地域性に合わせた訓練をやっぱ、はい、やっちゃいますよね。まあ、でも幸い、北九州市っていうところは、30年確率っていう、気象庁とか文部科学省とか出してる地震の予知のシステムで計算してる30年確率っていうのが 0.005%。 どういうこと？あることは？ないって、ほぼないでしょ。ほぼないの。しかもその地震の規模が、北九州は東地区断層っていうのがあって、あるね、あるね。東小倉断層とも言うんだけど、あれの規模はマグニチュード6.9 ぐらいで、6.9 ぐらいやったらそんなにないですね。だからこの辺だと多分震度5前後ぐらい。はあ、いや、あの北九州ってでしかもね、死者の予想も立ててて、52人、52人。そうなんだ。だからもう断層の真上にいる人ぐらい、はい、そうです、ね、でそれはしかも平浦の方だから、はいはい、ほとんど住民がいない。いないですよね。いないんだね。はあ、いやまあね、安定してますよね、はい、そう。だから意外と台風も少ないでしょ。そう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 。水害もないし、水害もね、洪水のレベルっていうのがあるんですよ、あの注意報を出す、警報を出すレベルってあって、はいはいはい、北九州はかなり甘くじゃなくて、すごい緩く設定されてるのに、はいはいはい、警報が出ることがない、よその地域よりも警報を出すレベルが低い、だからよそが50で警報を出すのに対して、北九州は40か35ぐらいで警報を出すらしくて、はいはいはい、だ早く出すんだね。出すっていうよりも全然危険じゃないのに出してるっていう。でも出すことがないみたいな。本当にね、恵まれてると思いますよ。いや少ないですよね、災害は。確かにそうなんですよね。北九州ってすっごい災害がないんですよね。しかも水不足もないんです。そう、水も豊富、おいしい、おいしい。結構あの水道水飲む人多いんですよ。いや全然飲みますよ。大丈夫大丈夫。今日のフェイスブックで八木さんだったっけ、北九州の水を自動販売機で売ってるみたいな。あ、売ってます、売ってます。北九州の水道水、水売ってる、ね、売ってない、水売ってる。水商売やな。水商売うまいね。ありがとうございます。俺も同じこと考えてるよ。さすがフリートの達人。いやいやいや、ありがとうございます。いやでも ね、なのにどうしてあなただけ持ってるの。 うるさい。なんかすごい盛り上がってます。いいですね。大盛り上がりですよ。この盛り上がるってことは大事なんですよね。誰か変わらないかなみたいな。貴重ですよ。このパワーが伝わって電波していい。そうそうそう、行きますからね、必ず。そうなんですよ、これね、こっちあのサブ画面でこう 見たらもうね、この辺に映ってこの笑い声が伝わればいいんですけどね。たまにこう、あの切り替えてみる。切り替えましょう。たまに切り替えてみる。おーおーおー、盛り上がってる盛り上がってる。あ、なんか盛り上がってる。あら、はい、はい、あらららら。え、何何何、どれ、何がしてたの。なんかいろんなところでこう、ね、今盛り上がってます ね、いいですね。ちょっとカメラが、ね、中心に今行ってないですけど。そうですね、ちょっとずらした方がいいかな。いやいや左に中心があるようで、ね、ちょっとずらした方がいいかもしれないです ね、 こうね。あ、いいですね。そうですね、あの辺が一番ね、あ、いいですね。いやいや、じゃあ今のうち食べちゃおうかな。そうそう、 この画面に、この画面にしとったら食べられません。うん、それ僕の。そうそうそう。いやでもすごい今いい話をね、聞きましたよね。さすが住職。いやいや、副住職やったっけ。はい、副住職、絶対副住職。何言ってるか分からないですけど。そのくらいでちょうどいいです。ちょうどいいですね。モザイク系、音声モザイク、今音声モザイクすごいですよね。はい、放送事故ですねこれね。全然喋ってないけどね。
そろそろ監督見ましょうか、監督、そうですね、ちょっと僕ね、ちょっとトイレなんすか、なんすか、ネイチャーコールズミン、なんすか自然が私を呼んでる。そうですか、じゃあ私も自然が呼んでるから、俺だけみたい、あららら、そういうわけにいかんでしょうけどね。おろ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 、でも映ってないみたいな、そうほとんど意味がないというね。スカでしたね。いやいや、はい、いやでも本当にね、北九州って絶対恵まれてるんですよ。そうなんですね、本当、地震もな、だってさ、地震ってあんま経験なくない？ないっす、ないっす、ないっす、ね、だ地震ね、震度3ぐらいでね、でっかい、うわーみたいな、もう震度3ぐらいを人生で1回ぐらい経験したかなぐらいのですね、じゃない？2回ほど感じましたね。1、2回でしょ？ 1、2回、うん、1、2回だと思うんだよね。ちょっとみんな聞いてみようかね。あのすいません皆さん、すいません、あの地震、うわーって揺れた地震を感じたことある人、わーって大きい、はい、あ、わーってあの、じゃあ 2回以上感じたことある人、3回以上感じたことある人、3回、ほらもう3回ぐらいでほら手がもう上がらないでしょね、ま、はい、大塚さんどこで感じました？東京都内で感じてるんですね。あ、東京はですね、だ北九州で感じてる人いないんですよね。あ、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、どうぞどうぞゆっくりされてください。だから北九州は本当に地震もなければ、ね、台風もほとんどね、なぜかこうね、さっとこう行っちゃうんですよね、はい、意外と最近は来ないですね。来ない、もう最近だって今年なんて台風の田の字もなかったでしょ。ないですね、ま、あ、でもね、僕はね、ありました今年。何そう、わお、何そう、わお、おい、いいね、いいね、カズコ、カズちゃん、いいね坂本和子と申します、はい、もうべっぴんさんでね、後で呼びましょうね、ここに呼んじゃいましょうね、はい、ぜひゆっくりされてください。僕はね、あれゴーヤ植えてたんですよ。え、ゴーヤ、あ、そっか、ゴーヤがやられましたね。そうそうそう、プランタンで、ね、ゴーヤ植えれて、西日をこう遮るためにで、ね、グリーンカーテン、そう、はい、グリーンカーテン、そうそうそう、はい、それがね全部全滅、台風でうわ、葉っぱがこんなのです。あ、まあまあでも言うてもそれぐらいですよね。まあ言うてもそれぐらいですよ。でもあの時って直接人に被害云々はほとんどなかったでしょ。ないです、ね、ニュース言うほどはなかったです ね、 ね、一回ね、僕、ええ、どれぐらいかな、20代の頃、ええ、かな、出張で九州に帰ってきたことがあって、うん、でその時にものすごい台風が上陸してきて、17号とかなんとか、そう、そうそうそう、それ、ね、そう、うちの会社の研究所も屋根飛ばされて大変でした、うん、ね、うん、あのね、モスラ、モスラ、モスラとかラドンとか、ラドンとかあんな感じでしょ。でバスで移動したの、はい、電車がダメやったんで、あ、だから、はい、電柱がパラ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 倒れていくとかね。なんすか、モスラってガが飛んできたんすか。いやもう雰囲気、モスラとか昔の映画、映画あー、ジャレレ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 、あめなのあられおせんべい。それさ、それさ、もう20代の頃のネタじゃない、それもう受けてる、受けてる、でも嬉しいね、やっぱ昭和だね、みんなね。もう一回やりましょうか、もう一回、もう一回、せーの、チェレレ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 レ、亀田のあられおせんべい。2回目は受けません、やっぱりな、これやっぱ受けませんね、2回目は滑ったね。もうね、あら、あら、じゃあ3回目はどうかな、3回目もうええつーの、もういいつーの、もうええがな。なんかあのあれは何、いやあれは剣直子と誰 かあのカメラ振ったってください、あれすごいな、ちょっとカメラ撮ってくださいよ、ちょっと、パパラッチ、下岡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 、お子さんがやってますよ、お子さんが、これは子供に良くないな、これ教育に良くないですね、この会は。何なんでしょう、これは ね、はい、まあでもね、とりあえず話戻しますけど、うん、まあ、はい、みんなで情報をね、共有しながらね、そうそう、助け合えるところはで、ね、どんどん助けていきましょう、うん、ね、たくちゃんどうもありがとうございました。いや、ありがとうございます。どうもお疲れでございます。お疲れです。どうもです。はいはい、いやでもいろんな話があるんですよね。そうですよね、みんな持ってますね、なんかすごいですね。
いや僕も実はね当事者なんですよ、はい、え当事者なんですよ。当事者って何ですか。親戚が被災したんです、はい、あららで、どこで。いや東北です。のあの気仙沼。あれら、でひどいとこじゃないですか、うん、2週間ぐらい消息不明、あららで、ね、でいや見つかったんですよ。あ、よかったですね。全員無事だったんですけど。うわ、よかったですね。もうたまたま運よくですね、全員無事で。もうなんかやきもきっていうか、いやいやもうでね、その時に使ったのが Google、はい、Google のありましたね、ピカサかな。あ、ピカサの写真をずっと、そう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 、避難所の写真でしょ。はいはい、あれすごいですね、うん、あれでみんシェアして、でそれで探しながら、あ、本当ですか。でやっと見つかったっていう。うわ、ね、いや私もね、仙台に友人がいて、はいはい、それでしばらく連絡取れなくなって、でもねそこで連絡取れたのね、やっぱミクシーだったんです。あ、そうなんですか、うん、ミクシーで連絡取れて、うん、あ、生きてるっていうのが分かったんでね、はいはい、で結果的に今引っ越して関西の方に来てますけど、うん、やっぱりソーシャルメディアってすごいなって、ね、いやすごいと思いますよ。 だから、うん、姫 TV でも、はい、よくコメントをね、こうタイムラインっていうところで出してくれる人がいるんですけど、その方も宮城かどっかだったんですよ、で見つからないなと思ったら、はい、ツイッター上でつぶやいてて、うわーよかったーみたいな。やっぱその意味ではソーシャルメディアってすごい力持ってますよね。いや、あのね、はい、多分3.11 以降ものすごい見直されたのが、はい、ツイッター、うん、でもう一つがユーストリーム、はい、これですよね、はい、でメディアっていろんなそのスポンサーの規制がかかるじゃないですか。そうですね。でそれに対してユーストリームっていうのは一切スポンサーの規制かからないので、そうですね、でメディアの報道ではない視線で、うん、報道ができるので、ものすごいこれでそのいろんなね、うん、個人で回ってるようなライターさんとかですね、カメラマンとかね、がもう自分で独自配信を始めたんですね。いや私ね、うん、今回その 3.11 の報道を見てて感じたのが、うんうん、どこのチャンネル見ても結局一緒の映像なんですよね。それは上空ヘリコプターから、うん、撮影してる、うんうんうん、あらら、あら、あら、お帰りですか。なんか後ろからは、あ、どうもお疲れ様です。副住職。ああ、姫ちゃん。あ、姫ちゃん久しぶりです。はい、続々と人が現れてきますけど。おお、姫ちゃんお疲れ様です。こんばんは。どうぞゆっくり。ようこそいらっしゃいませ。え？おお、ゆっくり座ってください。はい、あ、あ、なんか持っていらっしゃって。またこれなんですか。あ、福島の、やっぱり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 違いますね、気が違うな、はい、福島のお酒ですよ。人気、日本酒人気1、人気1、冷やおろし、冷やおろし、純米吟醸、すごいですね、人気1、ちょっと、まあ、せっかくですから、いきなり、福島県の日本松市ですね、はい、はい。というお酒を姫ちゃんちょっと差し入れにいただきました。多分ね、今日いらっしゃる方とあまりこう馴染みはないと思いますけどね、姫ちゃんちょっと、はい、すみません。これ今ユーストリームの配信、生配信してるんですけど、はい、はいはい、配信中でマイクをお願いします。姫野くん、高校の同級生なんですよ、はい、あ、そうなの、戸端高校、はい、そうですね。今日これありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこう、マイクを、マイクでお願いします、はい、ああ、分かりました、分かりました、はい、どうもありがとうございます。いやいやいや、今ね、このイベントは、まあ、地域のみんなの盛り上がりの交流と、うん、東北に対する支援の気持ちをね、うん、特別お金をどうのこうのではないんだけども、気持ちをね、向けていこうというね、はい、そうそうそう、その辺が書いてなかったんで、そう、酒だけ持ってきて、いや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 、まあね、それでいいんですよ。人が集まることに意義があるということなんですけど、まあ、皆さんに今聞いてるんですけど、姫ちゃんがその 3.11 どういう状態で、なんていうのかな、その日を迎えたというか覚えてます？何かその時の記憶で。仕事中だった。仕事中だった。もうちょっと、はい、聞こえてる？はい、はい、それでオフが OK です。仕事中だったの、はいはい、年度末で、はい、そうですね、山根さんは知ってるけれども、はいはい、私は非常に忙しい部署にいたので。そうですね、うん、部署が忙しかったですね。ね、こき使われていたので。あの時の部署から変わったんだよね、今ね。そう、また変わった、また変わったんだよね、はい、よくしょっちゅう変わる部署だよね。
3年で3回移動して5回引っ越しました。すごいよね、3年で。すごいですね。だって東京にもいたよね、うん、でなんかフィリピンじゃなかった、なかったけど、タイ、タイどこだったっけ、タイ、カンボジアか、カンボジア、カンボジアもいましたよね。でそこにも事務所あるってすごいよね。いろいろね、やらないとですね。ねえ、うん、商売、商売、ちょっとなかなかね、職業はちょっと言えない。職業言えないですか、言えない職業なんですか、うん、やばい、ねえ、やばい職業ではないけどもやばい職業、やばい職業じゃないよね。仕事硬すぎて、硬すぎてと言えない職業、ね、ああ国関係プロジェクト、いや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 、そうではなく、いやいや、まあまあ、ね、それで職場にいて、うん、いて、うん、なんかえらい続々と、うん、トップの部屋には情報収集用にモニターがある、はい、ほうほうほう、うん、でなんか続々と上の人が集まってきてるよね。ほうほうほう、どうしたのかなって覗いたら、ほうほう、みんなで映画見てる、映画、うん、あ、なるほど、うん、はい、でなんか昼間からみんな映画見てるだろうと、うん、で最初気がつかなかったらよく見たらもう津波の、だからその、はい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 、さっきもね、まあ、さっきもちょうど言ってたんですけど、映画のようだったというね、うん、映画だよねあれね、最初見たら 9.11 の時もそうだったけど、うん、一瞬リアルとは思わない、分からないね、うん、そう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 、うん、分からない分からない、うん、そっか、だからやっぱりその職業的にね、そのトップの人の部屋にそういうのが情報がどんどん収集してくる職業なんですけど、すごい、なるほど、リアルに覚えてますよね。覚えてますよ、ね、あれはショックでした、ね、うん、私たちも本当にみんなね、いろんなその様々な思い持ってて、ね、で実際ほらやっぱり北九州に住んでるとやっぱり遠いじゃないですか、うん、忘れちゃうんだよね。神戸の震災の時も当日飛んでいったんだけど、うん、あの時はまだ直接そこに友達がいるとかいうのが、はい、そんななかった、はい、あれから、ね、もう十何年経って、そう、うん、そうそうですね、友達増えて東北にもいっぱい直接の知り合いがいるわけですよ、はい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 、なんか生々しい、うん、うん、そうだよね、うん、友達いっぱい向こういるんだ、大丈夫だったですか。たまたま私の場合は全員連絡が、ああ、よかったね、よかったね、同じですね、僕の場合も全員、そう、今みんなね、友達とか関係はみんな無事だったっていう、本当にね、うん、よかったなって思うんですけど、でも多くの方がね、うん、亡くなられて、結構ほら職場の同僚も結構行ってんじゃないですか、今現地に。先輩が釜石に、釜石市常駐してます、ね、常駐してんだ、うん、うわ、うん、やっぱりこう全国からそういう人たちが集まって手伝ってるっていう感じなんですね、うん、そうなんだ。いやでも本当に行きたかったんですけどね、うん、今年は、うん、もっと遠くに行かされちゃってるんで行けなかったです。今年どこ行ったんでしたっけ。 V とか C とか、はい、 VC V ベトナム、うん、か、うん、ああなるほどね、うん、そっか、じゃあ遠くに行っちゃってるから今はこっちにいなさいよと。そう、そういうことなんだ。そうなんですよ。そっか、いや今日良かったです、日本にいてね、うん、いやでも本当に今日ね来ていただいてよかったです、ぜひね、皆さん素敵な仲間ばっかりですので、ちょっとあの交流して、はい、まあ、私の高校の同級生だということでね、はい、こうぜひぜひ、ただ殴られますからちょっと私の水商売の話でもしゃべくって、そうですね、水商売の話をぜひしてください、はいはい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。すいません、駆けつけで、はじめましてどうもでした。いやもう戸畑高校の人とよく会いますね僕。あの皆さん、あの姫ちゃんよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。どこ向いて行っとんだあの高校の同級生です。はい、よろしくお願いします。いや僕ね本当戸畑高校会います。結構めちゃめちゃ結構多いでしょ。縁があるじゃないですか。縁があるんでしょうね。ねえ、縁があるんですよ、うん、本当戸畑高校がいいから明日ブーティーズに行ったらいっぱいいますよそうなん、いやブーティーズの戸畑系、ブーティーズで明日あの戸畑高校の、あ、そうや、はいはい、OB会があるんですね。うん、あ、ブーティーズ思い出します。去年ね、はい、ツイート北九州 で、はいはい、あっこでイベント、あ、イベント貸し切りイベントやった。貸し切りって言ったら、5、60人。そうそうそう、すごいですね。去年ぐらいかな、はい、もう確か4回目ぐらいです。へえ、で50まで行って、すごいです ね、 ね、今は合流して、すごいですね、今日来てますけど ね素晴らしいですね。さあちょっとじゃああそこにこういらっしゃるんで、ね、なんかすごいね、カズちゃんそのネバネバを持ってここに、ちょっとじゃあカズちゃんちょっと来ちゃおうかね。はい、はい、あ、桐生台からまだええどうぞ、はい、もちろん、はいはい、どうぞ、もちろんもちろん、どうぞどうぞ、両手に、あ、両手に何とか、タイムラインでいろいろ来てますね。はいはい、
あ、宣伝してくれてますよ。なんですか、なんですか。2011年11月11日 Facebook、全国同時地域 Facebook オフ会北九州、会場のユーストはこちら。あ、坂田さん、坂田誠さんが、坂田さんですか、してくださってるですね。もう一つが、ブログで中継中、ブログで中継中、2011年11月全国同時、これ誰ですかね。ちょっと見えませんね。見えます。ちょっと見えませんね。ちょっと見えません。はい、はい、あ、でもありがとうございます、ね、嬉しいですね、はい、頑張ったカズちゃん。はい、お疲れ様です。爽やかに、ね、あ、ちょっと爽やかに走ったカズちゃん、まつげついてますよ。はい、はいはい、あ、大丈夫です。セクハラちゃいますか今の。はい、マイクをこう。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今ね、はい、まあ、ただの飲み会ではないんですね。はい、こうやってみんなで盛り上がりつつ、はい、東北に対して思いを馳せてるというね、はい、ところなんですけど、カズちゃんは、はい、その今回の東北の震災に関して何かこう思い出、記憶、何かあります？いや、ちょうど私の、うん、まあ、大親友のお兄さんの、はい、うん、大親友のお兄さんのお兄さんの奥さん、うん、奥さん、はい、のお父さんが亡くなられたんですよ。のお父さんが亡くなる、うん、亡くなられたんだ、はい、今回の震災で どちらにお住まい？気仙沼。あ、気仙沼、一緒、僕の親戚と一緒のところですね。あらら、実はあの親戚だったりしてない。あらら、実はそんなことないか。え、お一人だけ亡くなったんですか。はい、どういういわゆる状況で。看護婦さんをされていて、あ、最後まで責任を持った仕事をして、はい、いわゆる患者さんを守ったという。そうです。だからロッカールームにはその方の遺品とかがいっぱい詰まってあったんですが、うん、結局今も見つかってなくて、なんか身近な人がこの一瞬で亡くなる辛さっていうのを目の当たり しました。結局あの未だに見つかってないの？見つかってないです。あ、それってまた何とも言えないよね。結婚式の前だったんですよ。どういうこと？ちょっと待って。席は入れてたけど、うん、もうちょっとで結婚式、うん、って時に、うん、地震っていうか津波があって。ちょっと待って待って、もう一回言うと、津波が起きた1ヶ月か2ヶ月後が結婚式だったんです。ご本人の、私の友達のお兄さんだよね。そうそうそう、はい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 、はい、だからなんかこのタイミングでこういうことが起きるっていうこともなんか儚いなというか、人生儚いなって感じるよね、はい、本当に。私もね、あの時に人生の儚さってすごく感じたけど、はい、特にね、うん、そういう近い方なので、うん、はい、とてもカズちゃんのね、思いまでは私は行かないけども、すごい気持ちだったんでしょうね。実際にその場に行かれたみたいなんですけど、もう跡形も何もなくて、手探りでいろいろ探したけど、その場所には何もないっていう現状を目の当たりにしたときに、もうどうしようもない気持ちがどん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 渦巻いたっていうのを聞きました。そうだよね、はい、なんかこう言葉がない、なんか見つからないけど、まあ辛いって月並みだけどね、もうそういうことしか出てこないけど、だけどほら東北の方々はそれが周りにたくさんあるわけですよね、はい、ほら私たちこうね、たまたま、そうなんだっていうすごくたまたま感だけど、東北の方々は周りが全部そうなんですよね。自分自身が被害者だったり、そう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 、身内が被害者だったりするってどんな気持ちなんでしょうね、想像つかないですよね、ねえ、もういや本当にね、僕もねあの東北もそうですけど、関西大震災も実は淡路もいたんです。いたんです。私もいました。すぐ近くにいたんじゃないですか、もしかして。学生でいたんですか。あ、
か私の友達が、あ、友達がね、はい、僕は住んでたんで、いやすごかったですよ。あのね、僕起きましたもん、来る前に。来る前に起きた、震災来る前に起きたんです。それ何ですか。パッと目が覚めたんですよ。はい、パッと目が覚めたら、普段はそういうことはないのに。ない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 ですよ。だってその前はスノーボード行ってて、もう疲れ果ててる、疲れ切って爆睡状態ですよ。それがパッと目が覚めてゴーって言い出したんです。それなんでしょうね。ゴー言い出して、その後バン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 、もう立てないです。はあ、もう揺れで、揺れ揺れ揺れ、立てない、全く立てない、逃げろとかできない、一切動けないですよ。それ人生初の大地震。いや、そんなことないですね。多分俺北九州でも震度3ぐらいはあったんですよ。え、震度3ぐらいはね。はい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 。いや、その時も僕起きたんです。はあ、なんか予知能力なんですね。うーって起きたら震度3が来たんです、ね、いや、あの動物本能はどっかに残ってるんかな。すごいですね、いや、でもね、本当に目が覚めて、うーん、あ、なんで俺目が覚めたんだろうって。そしたらゴー言い出したんです。ゴー、すごいっすね。なんか遠くが聞こえるんですよ。もう何この音、聞いたことないなって。ならもういきなり縦揺れ、はあ、バンバンベッドの上でこう弾んだんです。すごいっすね。だから動けないですよ、もう弾むから。それって、震源地から遠かったんですか。いや、そこそこ近い。そうなんだ。あ、お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様。またはい。もう震源地からもうそこそこ、まあまあ、活断層の延長線上ぐらい。はあ、さっきも私言いましたけど、自分自身ほとんど地震の経験がないんですよ。あ、でもね、あれ味わってからね、本当地震が怖いです。怖いでしょうね、うん、いや、めちゃめちゃ怖い。東京とか行ったらよくあるじゃないですか、はいはい、で東京で事務所出してた時はペンシルビルの最上階だったんですよ。うわ、揺れそう。こんなんですよ。うわ、怖。うわ、何これ。気持ち悪いですね。で、地震が起こるとずっと揺れてるんですよ。うわ、気持ち悪い。2分ぐらい。そっか、それがこうね、うん、残ってるんですよね。そう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 、こうやって揺れながら戻っていく、ね、戻っていくっていう、それ耐えるように作ってあるんですけどね。だから多分今回の震災すごかったと思いますよ。高層ビルの最上階は多分歩けない。はあ、いや、私ね、うん、ほら福岡のほら西方沖、はいはいはい、あったじゃないですか。あれも実は高速道路で車運転中だったんですよ。分かんなかったっていう。全然分からなかったです。あ、なるほどね。全然分からないっていうかね、ちょっとね、あら、わだちに乗ったみたいなね、あれ、なんか、あ、一瞬と、あら、なんかハンドル取られた気がする、わだち乗った、うん、で妻がね横乗ってたんで、はい、あ、なんか今わだち乗ってなかった、いや、うん、全然分かんないみたいな。おー、なるほど。たら、うん、高速のほら、この、はいはいはい、ね、書いてるじゃん、電光掲示板ね、電光掲示板ね、うんうん、次のインターチェンジで降りろって書いてる。降りろ、命令系で。あ、なるほど。降りろ、え、降りろ、なぜ降りろ、そんな言葉遣いみたいなね。で、後で電話かかってきて、はいはい、いや、実は今地震大丈夫とかで、うん、地震って何とかって、うん、あ、さっきのじゃああれ私は地震だったんだみたいな、うん、だから本当に何、うわー揺れたみたいな経験はね、本当震度3ぐらいを1回ぐらいしかないんですよ。ねえ、まあまあ北九州にいたら多分震度3ぐらいが精いっぱいですよ ね、うん、火山系の地震ぐらいでしょう ね、活断層地震あれが初めてじゃないですか、多分ですよね、うん、多分。だからもう全然個人的には経験がないんですよね、うん、と思いますよ。私もないですね。ねえ、ないでしょう、はい、ね、すごいですよ。で、相当怖いです。そうなんだ、まあ、揺れるたんびにドキッとしまう。ドキッ、だからね、多分ね、うん、相当ストレス感じてると思うんですよ。はあ、寿命がかなり相当ね、もう寿命多分縮まりますよ、うん、絶対間違いなく、ストレスってほら、うん、寿命縮むじゃないですか、うんうん、そうなんですよ。だから東北の方って今回相当やっぱりストレスかかってるので、そうですよ。だから、まあ、逆にもうストレスかかってるので、もっと楽しいことをしないといけないし、こちら伝えないといけないので。だけどね、まだまだそんな状態じゃないですね、うん、ない、うん、だから、まあ、少なくとも我々がこう
どうなのかな、楽しくしてることがこう嫌な風に取られるかもしれないしね、まあまあそれもあるかもしれないけど、だけどやっぱりもうね楽しくみんなでやっていくしかないかなっていう、ね、そう結局そうじゃないと助けることもできないし僕らは、ね、ですよね。で僕らが一緒にシュンとなったらもう日本経済を打ったらもう終わりだから、終わりですから ね頑張って働いて税金を払って、そうだからカズちゃんのように爽やかに笑顔で、爽やかに笑顔にいつも明るくこう東北にピースとピースってこうねほらこういう感じでねちょっとアップにできないのがね、うん、ちょっとあのねカメラマンがいないですから、ね、残念ですけど、はい、まあカズちゃん本当ね、近い方がねちょっと、まあ、ご不幸があったということでね、うん、本当におつらいね、思い出話でしたけども、はい、まあそれをねご自身のプラスというかね、いろんな意味でプラスにしながら、はい、やっぱ人生これから教訓にしていきながらね、はい、まあ、頑張っていきましょう、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。頑張ろう日本です、ね、頑張ろう日本です、頑張ろう日本、イエイ、はい、ありがとうございました。素晴らしいです、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんかあ知らない間に奥ちゃん来てる。あ本当だこそっと奥ちゃん来てるね。こそっと奥ちゃん来てる。おだちょっとほらこうああちょっと出てもらいたい人がいろいろいらっしゃるので、ちょっと早川さん、早川さん、ちょっと早川さん、早川さん、さっきから目がちょっとずっと合ってたんで、ちょっと早川さん、イエーイ早川さん、はい、お越しください、どうぞ。なんか電話かかっちゃいましたね。あ今それは今から出るよって電話したんですか。いやそうじゃないですね、はいどうぞはいどうぞ、はい、早川さんです、どうも。マイクをお願いします。はいマイク、はいどうぞマイク。汗を、汗、はいはい、またなんか焦ってますね大丈夫ですか。はい、多分しゃべりにくいと思いますけど、マイクはなるべく近くでお願いします、うん、マイクを近くでお願いします、はい、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。声がいいですね。それだけですね。いや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 、声は素晴らしいですね。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、さっきからこのね生と死みたいな話をしてるんですけど、はい、早川さんはねまさにその生と死に関わる、まあ、お仕事ですよね、はい。僕はあの北九州市消防団なんで。消防団ですよね、はいはい。火事場で亡くなった方も今まで、はい、そっちじゃなかったですね、本業ですね。いやいやいや、どちらもそうですよねどっちも生と死なんですか。どちらとも生と死です。だから今一つ話があったのが、あの消防団、はいはい、消防団で今言われたように、あ、ありがとうございます。まさに同僚がね、うんうん、亡くなったっていうこともあるし、もう一つの本業が言っていいのかな、まあまあ保険会社、保険会社、あそっちですね、うん、なるほど、はい、保険会社のね、凄腕営業マンということなんですけども、まさに保険ってね、はい、まさに生命保険ですから、生と死、そうですね、すごく直結してるんですけど、はい、まあ、今回その東北のね震災ということで、はい、何かこうご自身のエピソードなり、はい、何かこう記憶に残るなり、はい、まあ、どういうふうなシチュエーションで迎えたなり、何かあれば、まず1点はフェイスブックの中で、はい、あの歌が流れて、はいはいはい、動画があったじゃないですか、ありましたね。あれはちょっと熱かったです ね、そうですね。この世界中からのやつですか。はい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 、棺がバーッと並んだところだとか。ああ結構最近、最近というか2ヶ月ぐらい前流した分ですね。そうですね、中島みゆきさんの曲に乗せての分ですかね、はい、うん。通常のメディア、テレビとかでは出ない、ニューヨークとかそういったところのメディアで出た分ですね、はいはいはい、あれはちょっとグッときちゃいましたね。いやあのね、うん、僕もその連絡を取れた後を、僕聞いたんですけども、もう悲惨、そこら中に死体があると、うん、ですよね。もう歩いたら匂いがすごいと、うん、見られないと、ものすごかったらしいですよ現場は。結局さっきもね話ありましたけど、うん、日本のメディアっていうのは、まあ、いいのか悪いのかちょっと分かりませんけども、いいのか悪いのか分かんないです ね、そう分かりませんけども、批判するあれでもないですけど、はい、ね、結局そういうのは全く出てこないですよね、うん、でもある意味ね子供もいるんで、うん、でもまあそれはいいのかなと思うんですけどね、うん、だけどまあそういうのが
知るチャンスもないわけですよね、でも今回あれ、ね、ビデオ見てちょっとビビッときましたね、きましたよね、実際ね、正直私あれもシェアさせてもらったんですけど、はい、クレームも実は来たんですよ。あ、そうなんですか。クレームっていうか、みんな頑張って、早川さんこんばんは、お、来ましたよ、はい、あ、小田さん小田さん小田さん、はい、わかります、え、はい、これお世話になります、あ、違うか、あれ前小田真由美さんじゃないですか、これ真由美さんですね、そうですね、はい、同級生の、あれ、おい、真由美ちゃんはあれか、ツイッターもやってんのかじゃないですか、いや、本当や、あ、知らんかった、ね、知らんかったですよね、多分そうですね、はい、ですよね、はい、というのがやっぱりその先ほどの関西のね、うん、大震災を経験した人が、うん、ね、そんな映像を見せるなみたいなね、いうことでね、でもね、ありましたけど、まあ、まあその人のご意見はそのご意見としてね、でもやっぱり多くの方はね、やっぱり共感というか、そうですね、いや、知るべきです、うん、知るべきだから子供には見せる必要はないと思いますけども、うん、やっぱり大人はその惨状を知って伝えないといけないんでね、そうですよね、に体験しないと得られないものってあるん で、ね、それは必ず後世に伝えないといけないんで、そうですよね、それを隠したままで終わると伝えることはできないですよ、そうですよね、うん、いや、その意味ではあの映像は私はすごく重要だったなって、うん、そうですね、そう思いますね、ね、基本なんて言うんでしょう、まあ、九州にいると、うんうん、現地とは随分離れてるじゃないですか、そうですよね、で、いつも思うんですけど、やっぱり平和ボケしてますよね、そうなんですよね、うん、そこそこ、まさに今日のイベントはそのためにあるような部分もあるんですけど、はい、で、危機管理がなされてないというか、うちなんて阪神淡路があった後に、はい、玄関先にナップサックちゃんと2つ準備して、あ、すごいですね、さすが消防団ですね、そうですね、うんうん、でヘルメットもちゃんと入れてみたいな、へー、それも家族の分、すごい、で僕が用意できないのは家内がやっぱり用意して、はいはいはい、へー、だからやっぱり保険でも僕の仕事でもそうなんですけど、うんうん、いや、何もないんだろうけど、うん、でもそうですね、いつ何がやってくるかわからないのが今のご時世で、そうですね、うんうん、もっと言うなら死というものに対しては臭いものに蓋の世界ですから、あ、そうですよね、そうなんですよ、まさか自分が死ぬとは思ってない、思いたくないとか、ね、思いたくない、うん、僕なんてこんな仕事してますから、うん、明日も朝から広島で夜遅く帰ってくるんですけど、トレーラーの後ろこう車で走ってると、あ、この材木が落ちてきたら俺死ぬやろうなと思いながら、わかる、僕は走ってます、わかりますね、それわかります、でも感じない人は感じないでしょ、そうですよね、そう、ね、死っていうのをね、見つめて見たことない人は、ね、うん、感じないですから ね、オラオラでね、うん、お前そんな運転しとったし、いつか死ぬでみたいなやつとかね、で、ほら車でねスピード出しすぎたりとか、うん、ね、まあ、ついつい僕も出しちゃうんですけど、いや、僕も出しますよ、出しますけどね、まあ、だけどほらやっぱりこう、それはちょっと出しすぎだろうみたいなね、うんうん、特にほら最近性能がいいから軽とかでも結構出るじゃないですか、うん、そうですね、だから危ないですよね、高速でね、あんまり出してね、軽はほんまに危ないですよ、ね、吹っ飛んでいきますからね、軽、うん、うちの弟がプレジデント乗ってたんですけど、はい、おプレジデント、軽がパン、それ雑誌ですかそれ違いますか車ね、車、はい、バンぶつかったんです、はい、プレジデントバンパーがちょっとへこんだぐらい、はい、軽自動車くしゃい行きましたからね、ですよね、うん、いや、うちの、もう廃車ですよ、まあ、うちの、まあ、妻がね、うん、某ドイツ車に乗ってたんですよね、あ、某ドイツ車ね、いや今の車じゃないですけどね、今の車の2つ前の車に乗ってた時にちょっとね、信号でパッとちょっとぶつかったんですよ、うんうん、だから腰何もなってないんですよ、うん、前の軽は後ろから前まで全部ひびが入ってたんです、うん、ねえ、本当軽は危ないですよ、危ないですね、軽で120キロ出したらダメですよ、ありえないですよね、80でも危ないですよね、40キロぐらいがいいですね、そう軽は40キロでも、いやでもまあね、なんとも言えないところですけど、はい、まあでもそういうね、明日も車で、遠方まで、遠方まで、はい、お仕事ぜひお気をつけて、
言っていただきたいんですけどね、まあ、せっかくちょっとこう映ってるんで、1点だけ、はい、まあ、知る人はもう、はい、ご存知なんですけど、はい、3月11日にありまして、はい、5月の下旬でしたけれども、我々の戸畑祇園、ちょちん山、はい、そっかそっか、はい、戸畑区役所の前で特別運行っていうのが、うん、そうですよね、あんなことないですよね、大震災復興支援のための、ね、はい、はい、でまあ、お祭りごとということで、うん、あの怒られるケースもあろうかとは思うんですけど、うん、みんな袖に黒い喪章をつけて、はいはい、参加費も払って、はい、で区役所、まあ、普段こう、はいはい、本番のお祭りの時桟敷席ってあるんですけど、はい、そこは、まあ、うん、お気持ちお一人様1000円ぐらい、はいはいはい、で募金を集めまして、まあ、322万円ぐらい、はい、すごいですよね、さすが戸畑祇園、ね、戸畑ってさ、はい、あの戸畑祇園のためにあの辺作られてますよね。あ、そうそう、戸畑祇園のあれ、間違い、戸畑祇園のためですよ、あれ。で、そうです、もちろんもちろん設備が戸畑祇園ですよね、もうすべて、はい、だってあのね、あの道にあるあの何、ね、こういうポールもね、戸畑祇園、はい、この前 ね車ぶつかりましたね、はい、だからね、車が入らないようにするためのこう、はいはいはい、バリカーポールみたいなのがあるんですけど、うん、はい、全部あれも提灯ですよね、オブジェになってますから、ですよね、でちょうどたまたま2人でいるときに、うん、あそこに車乗り上げた人がいらっしゃってちょっとびっくりでしたね、ちょっとびっくりで、ちょっとあのね、あの、はい、さすがプロですね、迅速な対応されてました、いやいやいや本当に本当に、いやでもね、あのこう祭りごとってすごくね、うん、高揚させるじゃないですか、そうですね、心をね、でそれをね、自粛せいっていうのはおかしいと思うんですよ、そうですよね、どんどん下げていくみたいな、ね、そうそうそう、うん、あのね、プラス思考でいかないと絶対ダメですよ、うです、ね、うん、僕こうユーストリーム配信代行とかやってるじゃないですか、C 号って全滅ですからね、はあ、仕事、なるほど、笑うぐらい全滅しました、そうなんですね、決まってたやつも全部、へー、で、阪急さんはさすがでしたね、はい、はい、3月17日、16日かな、震災後5日なので、ええ、普通だったら自粛しますよね、ええ、やりませんでしたから、うん、もう経済で支援しないといけない、さすがですね、やっぱりその、はい、関西の阪神大震災を経験してるっていうところですよ ね、 そうそうね、体験してるん で、 で、ね、関西はですね、だから、表向きの綺麗事の自粛とかじゃなくて、うん、ちゃんと経済回さないと、そうそう、特に日本なんて今危ないわけですからね、そう、めっちゃ危ないんですよ、ね、状況的にですよ、ね、でここで自粛したらね、もう最悪の事態が訪れるので、本当に、ね、最悪の事態が訪れるかもしれませんよね、うん、はい、噂話ですけど、はい、もしかするともしかして、ほ、戸畑祇園が、ほ、東北三県のどっかに、お、お、遠征する、お、てんてんてん、てんてんてん、うわー、もしそうなったら盛り上がりますよね、ゲームね、多分見たことない人が多いと思うので、戸畑祇園のあの組み立てていくとこと、戸畑祇園のね、あれはぜひ全国の方に見てほしい、そうそう、特に今変身ですよ ね、 ね東北の方にね、勇気をね、まだオフレコって流れてますけど、いやいや、まあ、まあ、本当に分かんないですね、もしあのやっぱり費用かかっちゃうんで、あれ、ね、まあ、そうなれば嬉しいですね、うん、そうですね、そうなれば嬉しいです、本当に、はい、あのダメかもしれませんけど、もしそうなってくれたら最高の気分ですね、戸畑の方でご覧の方はちょっとクエスチョンということで、はい、ね、ちょっと期待しながら、ね、戸畑の方、小田さんはつぶやいてくれましたけども、小田さん、あ、ツイッターじゃないんだ、フェイスブックだけ、フェイスブックから来てます、フェイスブックから、はい、なるほど、なるほど、今これフェイスブックからも来れます、そうそう、フェイスブックとかツイッターとかですね、ね、ありがたいですね、はい、本当にもうちょっと拡散をお願いします、うん、皆さんにぜひ広げていただければと思います、はい、今お時間何時なんですか、いや、もう あと20分ぐらいで、あと20分ぐらいなんですね、じゃあそろそろ、はい、あ、どうもありがとうございます、まあ、でも本当にもしそうね、あの決定したらフェイスブックとかで、はい、情報をシェアしてください、はい、うん、ぜひぜひ、楽しみしております、すいません、いつもどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、あら、監督がどこか消えちゃったんですね、監督、下岡、あ、そしたらじゃあちょっと東北に実際何度か視察そしてボランティアに行かれてる、奥村市議にちょっと聞こえてますから、市議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 、はい、はい、どうぞ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 、あの僕はネイチャーコールズミーということでもう一度
はい、どうぞどうぞどうぞ。はいはい、マイクお願いします。はい、奥村茂でございます。どうもお疲れ様です。お疲れ様でございます。とんでもないです。お忙しいところありがとうございます。実際奥ちゃんは東北に何度か行かれてますよね。何回ぐらい行かれたんでしたっけ。ですね、実質東北まで足を入れたのは2回です。2回行こうとしたことは翌日に行こうとしたんです。でしたよね、はい、確かもう翌日に東京まで行ったんでしたっけ。千葉まで、なるほど。石油工場がですね、海港が燃えて炎上してるあの現場まで行って引き返しました。奥ちゃんもあれですよね、消防団でもありますよね。はい、消防団員です。だから基本的にはその行ったのは立場としては市議として行ってたんですか。3回とも。1回目はですね、はい、まあ、一応会派の方から、はい、ちょっと様子を情報収集よっていう一応名があってですね、来ました。帰る時もその原発がどうも危ないということで会派の方から帰還命令が出たので、まあ仕方なくちょっと帰った。そうでしたよね。で2回目3回目は、公式の視察という形で、個人的な視察と 2回目は、会派の視察ということでですね。なるほどね。実際にほら何度か見てるわけじゃないですか。ただその結構直後の状況から、まあ結構少し落ち着いてからの状況って見られてるわけですよね。まあそういうのトータルで見て どういうご感想ですか。まず1回目、翌日はですね、まあ当然現地まで行けなかったんですが、一番感じたのは東京の街がですね、もう大混乱と。特に交通がもうむちゃくちゃで、どこにももうどうやったらどこに行けるのかっていうのがわからないような。フェイスブックでそんな感じですよね。浜松町だとか今どこどこだどうやって行くんだみたいなのがね、流れてましたよね。まあ、そうなんですよ。幸いレンタカーがですね、はい、歩いて一駅二駅歩いて、どこだった五反だった、どこだった田町の駅前のレンタカーでネットで iPhone で探して、そのもう電波もかなり怪しいような状況だったんですけど、パンクしているような状況。まあ、それでなんとか行って、まあ、車ももう交通大渋滞。まあ、そんな中テレビで聞くですね、バスを待つ人たちがビルの周りをぐるーっと一周回って、はいはいはい、ああいうまでは秩序はちゃんともらたれてるなみたいなですね。まあ、そんなが1回目、まあ、正直よもう混乱のまま帰ってきた。は2回目が5月の連休ぐらいだったんですけど、あの時はあと、まあ、直後に近い状況で、うんうんうん、もうまだかなり、手が入っていない状況、うん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 、もう仙台なんかもある高速道路がこう土手になって、その手前までは全然被害がないんだけど、一歩それを超えたらもう何もない、本当にもう何もないっていう状況。そんなに違うもんなんですか。仙台は平野なんで、はいはい、津波でも全部やられちゃうんですよ。でそれが高速道路のとこはこう土手みたいになってたもんですから、そこでぴったり止まって、あなるほど、そこから先がもうは全く、まあ、ほとんど被害がないと。だから一本くぐったらもう本当に言葉がないっていう、なんだこれっていうですね。びっくりしますよね。だって空港、もう仙台空港もひどかったですもんね。はい、はだからそうで、逆に東北の岩手の方に上がっていくと、リア式海岸なので、そういう前面っていうのはないんですけども、その谷合に向かって波が高くなるんで、その局地的にもうずっとやられてる。そっかそっか、やられてるとこはひどい。ひどい。でたまたま奇跡的に良かったとか、ところもあるっていう、そういう本当にだここにいたからダメだった、ここにいれば大丈夫だ、避難所もこっちの避難所は丸ごと流される、こっちは大丈夫だとか、そういうことがリア式にもあったし、仙台はもう本当に丸々も避難所もなんかも全部やられてしまう。もう映像を見てもずっとこうね、はい、流れてますね。そうそう、僕仙台空港って、海に近いというイメージなかったんです、うんうん、ね、なんでびっくりしましたね、あれね。でももう仙台空港はね、もう半導体の地なので、もう何遍も行ってますから海のイメージがないんですよ、なのに、ここに津波来るん、びっくりですよね。びっくりしました、はあ、で3回目はいつでしたっけ。3回目はですね、10月の頭ですね。あ、なるほど。その時はどんな感じだったんですか。もうだいぶ落ち着いた。もうだいぶですね、これはですね、自治体の力の違いっていうのがものすごくよく見えたんですね。ああ、もう復旧が、まあ、復旧というかかなりこう進んでるとこもあれば、遅れてるとこもあればっていう、で一番やっぱりあるのは仙台空港、それ、オープンして次の日かなんか行ったんですが、仙台空港はもオープンしてたんですけど、空港線っていうモノレールみたいな、はいはいはい、復旧した次の日かなんかに行ってきたんですけど、であれに乗っていた時に1回目さっき言ったその道路のこっち側全く何もなかったところを、その電車でこう通ったらですね、もうすでに新興住宅地みたいになってできているところが一番あってですね、あれどこま
までがあれだったかなって分かんなくなるぐらいですね、かなりあのかなりかあの駅の周りなんかはもう見違えてたで、で瓦礫もだいぶ見た感じなくなってると、でもあのそれから今度遠くにやっぱり上がっていったんですけど、岩手の方ですね、するとやっぱり、まだもう全然、ただ更地みたいになってですね、あの倒壊しかけた家なんかはほとんどなくて、あだいぶ進んだかなと思ったんですけど、結局その瓦礫があるところに集中してあるだけであって、瓦礫が集められたっていう段階だった。まあ、そういう風な違いがあの瓦礫っていうんですかね、はい、ゴミというんでしょうか、なんていうか、あれの処理が大変みたいですね。放射能の問題もあって、結局受け入れるところが少ないっていうね。そうですね。東京は受け入れましたよね。はい、でも量的な問題でね、相当時間かかりますよね。かかりますね。ただプラス面もある、プラス面って言っていいかどうかわかりませんけど、エネルギーとしては使えますよね。そうしかないですよね。今だから破砕してですね、私が行ったのは釜石、北九州市と非常に今縁が深い新日鉄関係でですね、あちらに行ったんですが、中間処理施設っていうものを作ってるんですね、要は砕いて、とりあえず砕いていくと、それに北九州市の職員も何人も行って今やってるんですよ、だからそこに今バーッと集められて、木なんかはですね、もうかなり細かくバーッと破砕していると、でその、かなり細かくするともう燃やしても問題ないんで、そのそのままあの資源として出せる状況だと、だけど大きいその柱の状態とかですね、木のもう倒れた松とか、大きい状態だとちょっといろいろまだ問題があるということで、だから破砕に今一生懸命やっていると、だけどもうはっきり言って東北のものだっていうだけでもうダメだっていう状況も今正直ムードとして出てきているので、あの先入観もね、もうひどい、まあ、その考え方、これはもうまあちょっと一概にどっちがとは言いにくいところなんですけどですね、非常に、ただやっぱり同じ日本国なんで、まあそこはある程度その妥協、妥協っておかしいですけど、その冷静になってですね、考えていただきたいなというのは個人的には思ってますよね。例えば北九州市はその辺はどんな感じなんですか、受け入れには。はい、市もですね、この間ちょっと新聞でいろいろちょっと誤解を生むような報道があったんですけど、受け入れ可能はどのぐらいかと環境省に聞かれて、まあ受け入れ可能といえば量としてはこんなもんですよって言ったもんがこれだけ受け入れますよっていうちょっと誤解が誤ってなかったんですよね。でも今の現在は受け入れる予定はゼロで、ちゃんと国がしっかり定めて安全だということが分かれば検討に入っていくという、まあ多分他の自治体とほぼ同じ状況です、まさに今の話ですよね。こういう時に大事なのは国のイニシアチブというかリーダーシップが、そうなんです、リーダーシップは絶対必要ですよ。だってそれを各自治体に振ったって、それは当然足並み揃わないし、難しいですよね。でそれを国のリーダーシップでこうだって、こうだからっていうことで決めていく、そして説得自治体にしていく、これはまさに行政、国のやることですよね。そうですね。だからまあ、ただ今ですね、市の話でもですね、市に問い合わせは一時期すごくたくさんあって、どうするんだっていうところ、まあ、真摯に答えてですね、まあ、ある程度理解していただいて、今すぐ受け入れることはありませんとかいろいろ話して、基準が定まればと言ったら納得するかなと思ったら、最後に出てくる言葉が、いやいやもう行政の言うことは信じられないと、これを言われてしまうともう何をしても結局ダメなんですよ。だからこの信頼関係が、まあ、正直崩れてるとか、うまく気づけてない間っていうのはもう多分何をやってもですね、これは難しいですよね。もうこれもう本当に今の根本的な問題ですからね。そうなんですよ。まあ、その中でね、やっぱりその市議会議員っていうのね、市会議員、市議会議員、北九州は市議会、市議会議員、横浜なんかはなんか市会っていうらしいね、市議会議員としてはやりにくいところも多々あるんじゃないですか。ありますが、まあ、だから僕たちの役割っていうのは、こう市民の皆様の声を行政にぶつけてるのもそうだし、行政の考えを伝えていく、いただくのももちろんなんで、まあ、今はどっちかというとこの発信も結構大事だなと、聞いてあげるっていうのは常日頃からやってるんですけども、ね、今のこの時期こういう瓦礫放射能なんていう問題に言うと、まあ、市が考えていること、あるいはこのことは信用していいよとかですね、そういったこう情報を発信していくっていうのが重要なのかなというふうに思いますね。特に奥ちゃんの場合はまあ、ツイッターもしてますよね、はい、でフェイスブックでもそうですし、フェイスブックページも含めて相当情報発信されてます、ね、やってますよね。多分奥ちゃんのツイッターの発言で僕は牡蠣食いに行きました、ね、いやすごい、いや情報発信能力がすごいと思いますよ。いや忙しい中によくあれだけ発信できるなって思いますけどね。
いや、あれはね、もう共感します。うん、ぜひ、まあ、ご無理のない範囲でね、はい、今のような形で ね、 情報を伝えていただければ、市民もね、うん、非常に納得というか ね、嬉しいですよね。基本的に市の情報とか公的機関の情報って伝わってないんですよ、全然ね、うん、全く、うん、全く知らないですよ、うん、ほとんどの人が。そう、これをね、何とかしないといけない。そう、ぜひユーストリーム、そうしかもユーストリーム広めてください、はい、いやだってユーストリームとかでどんどんやれば、うん、そんなにお金かからない、うん、大阪市ももうやってますからね、うん、だって武雄市なんてフェイスブックみんなやってるのに、フェイスブック化があるのにね、そう北九州、私この前ね議会見に行きましたけど、うん、全然ね、あ、多分50年無理だなって感じ。まあ、武雄市はでも本当に武雄市は正直もう一個飛び越えてる、飛び越えてますね。市長がすごくいいリーダーシップに期待してますね、まあまあね、政令都市っていう枠が北九州にあるので、うん、なかなか難しいと思うんですよ、うん、思うけどもやらないことにはね、そうなんです、そう、それをやろうとしてるじゃないですか、大阪は、うん、ね、うん、やっぱりリーダーシップですよね。そう、リーダーシップですよ。あとはそのだから何一番行政が苦手とするのは先行事例なんですよ、うん、だからどこもやってないってことに対したら、うん、イコールもうそれはできないみたいなところがあるので、うん、それを今破ろうとしてる、うん、ぜひぜひこれを、ね、一番にやることが素晴らしいことなんです。もうアイスブレーカーとしてね、うん、一番にやってほしいね、うん、ぜひね、はい、ぜひ我々の声を、ね、はい、市長、それから、ね、市政の方に、ね、はい、ぜひ届けてください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。そうです。あれ、いつも、ね、呼ぼうと思ったらいらっしゃらないんだよね、監督はね。下大川はね、監督もうね、もう最後かなと思ったら、監督もう終わるっちゅねな。いや、ユーストリーも終わるよ。もう終わるよ、監督がもうね、もうユーストリーなかなかいらっしゃらない。ほらね、もうほら21っていう数字が、あ、監督来ました。ちょっと多分最後のゲストになると思いますけど、そうですね、監督どうぞ。ラストゲスト、ラストゲスト、どうぞどうぞどうぞ。下大川出てきました。はい、はい、下岡総監督です。どうも総監督、お疲れ様です。あぶれです。何先ほどタイからやってこられました。先日ですね、25時間ウルトラ駅伝というのがありまして、はい、その際に、総監督を務めていただきました、はい、大役を務めていただきました、大役下岡総監督でございます。どうもお疲れ様でした。ナマステ、ナマステ、ナマステ来ましたね。インドかどっか分からないとこから国籍不明ですけどもお越しいただきましたけども、先日の駅伝お疲れ様でした。どうもありがとうございました。好成績でしたよね。ねえ、まあ、本当に一人にね、もう私の人徳の、ああ人徳のが、素晴らしい人徳と指導力の結集だと思っています。ありがとうございました。ねえ、なんかブーイングが出てますけどね。まあブーイングにも負けず。いやでもね、本当にあれは過酷な中ねえ、みんな ね諦めず、そう歩かずでね、総監督ね、私もずっと見てましたけど、さっきのリーダーシップっていう話につながるんですけど、そうだね、あのね、あそこでこうほら一時的なリーダーシップできるんだけど、うん、継続的に20もう約30時間、うん、30時間でリーダーシップ取ってましたよ。そう、どんな気持ちでやってたんですか。いやいや、全く意識はないんですけど、うん、まあ、そういうふうに、ね、おっしゃっていただけるというのは、うん、多分私が非常に素晴らしい、うん人間なんだろうなと今なんか子供さんから投げつけられてます。渡すかい。子供からツッコミ入りましたよ。なんかすごいすごいユーストリーム配信になっておりますけどね。素晴らしい。しかも子供ノリノリのガキンチョがいますか。ノリノリのガキンチョがいます。なんか今までの状態は何だったんだって感じになりますけどね。いやでも本当にね、